こうなんだ、パン塗り通過通過です。どっちから来るのかな、電車は。こっちからでした。おはようございます、今が何時や、10時13分ぐらい、今日は生駒山の橿原の方のところから高尾山で高安の方まで上がりたいと思います。今日、生駒山でトレイランの大会があって、まあ生駒縦走って僕らやりましたけど、まあその時に走ってはった今日4名が今あっちのそうエントリーして被災地の方から、走ってはります。でゴール地点で、応援というかみんなさんが集まるということなんで、応援組がいてて、で、3名はなんか橿原駅でなんか雨が降ってたんで会議なんか作戦会議中とか言うけど、結局は雨宿りしてただけだと思うんですけど、うん、でそれが僕らまだ移動電車で移動してる時やったんで、何時になる、30分前ぐらいかな、連絡があって、で柏原僕らついてもう行ってるやろうと思って行ったら、まだこれから出ますので多分後方にまだ全然いると思います。まあちょっと僕は個人的には登ったことあるんですけど、まあ上で会えばいいんで、ちょっと面白い道もあるんで、もしこう危ないくなさそうやったら、岩の方から登りたいなと、高尾山岩の方から登れる、まあ危ないんで皆さんも登らないでほしいですけど、はい、登りたいと思います。これ高尾山創造の森、はい、ちょっとガスガスですけどね、まあ今日も一日頑張って登りたいと思います。じゃあ行ってきます。くまちゃんも頑張ってね。おっとっとだ、住宅街を登ってきてますね。こうやったら顔映るのかな、顔映ってんのかな、ちょっと入ってんのかな、顔は、おっさんの顔は。ここにクマちゃんが入るようにしとってんかな、
待って。ちょっとで登山口だったと思う。飯盛霊園下ってきて、クワちゃんは間もなく室池あたりだって。室池ってどこや。30分くらいで上がれたら。そんなことない。それは言い過ぎか。1時間かかるかな。高尾山まで。東京にも高尾山って、同じ高尾山とかあるんですけど、高尾山っていうな、たまになるのな。そう、大阪でいう金剛山みたいなもんやろ。あそこもケーブルリフトでも登れるし、初詣行ったことあるな、あそこな。もう暑くなってきたよ。農園がある。この辺はブドウが、夏場は。今年ブドウ美味しかったですよね。うん。わ、何あの池。何が、なんか水草なんか埋まってる。はい、こっちを、こっち行きます。何やこれ。高いね。大寒やろ。本当やったらめっちゃ寒くなる日なんでしょうけど、来週の水曜日また寒波が来るのかな。はい、登山口です。トイレもあります。助かります。ちょっと借りていきたいと思います。今が10時24分。はい、じゃあ高尾山の登山口、10時27分で登っていきます。どれぐらい差あるやろ。15分ぐらい差あるのかな。後ろとは15分で済まんから。
朝は雨やったんでどうなるかという感じで、もう半分いかない気やったんですけど、まあ応援来てくださいねとは言われてて、私だけでも行こうかなということだったんですが、行く用意してたらくまちゃんも行くっていうようになったんで慌てて出てきました。暑い、やっぱ気温が高いから暑いな。上行ってな、結構風ないんかな。これもっと分厚いんですけど、振りすぎよかった。どんなとか重た、俺のより重いじゃん。おはぎの重み、はい、なんか寒かったら嫌だなと思って。あの止まったら寒いと思うで。雨具とさ、うん、ウルトラダウン、ウルトラダウン、俺も入れてる。まあどうなるかわからんから。もう水仙が咲いてんだよ、ここ。水仙郷。ちょっと待って、これな。よいしょ。水仙が咲いてます。咲き出してますよな。これな、左から。これからですね、水仙。はあ、そうだよ。でもなんかそうでもない時もあるけどな。クスノキは CO2 を吸ってくれるってことこれ。ここになちょっと名所やから岩があんねん、神様の。ちょっと戻ってくるけどな、ここへ。せっかくなんで妙と岩への道案内。いや、もうそこやで、もう死に顔みたいな人あるやん。これ実は下から見えてんねん、場所にあれしたらな、神社の下にあって。滑らんようにしたな、これ。まあ、ちょっと足場が悪いね、雨降ってたからさ。
はい、はい、ニオト岩でした。もうすぐなんで、5分で帰るけど5分もかからない。あ、往復で5分なんやろか。よし。双子岩、双子岩、ほんまに。岩の名前ついてんねんけどな、読み方が分からへん。でもね、こっちは御音岩って、どっ何やねんって。はい、このまま。ここはね、古墳群もあったりします。多分そっちの方も歩くとは思うんですけど。体調反応してるわ。ストーリー上げたら。暑いね。俺も脱ぎたいわ。まあ、もうちょっと上行こう。ドロドロやし。雨なのか、それとも上から滴ってくる雫なのか。まだ水仙橋ってあんの。柏原水仙橋ってまだあんの。第一エイド、室池に向かう約10キロ地点、なかなか良いペース。緩やかなハイキングでございます。暑い。
谷になってるのこれ。おあっちの上の鉄塔の方からも行く道確かあったと思うね。この橋滑りそうやな。うん、でもなんかちゃんとあれがした横に板が出てる、滑らないのにな。これはいいね、助かる。最初は緩やかに登っていきます。降りるとこもあります。短パンじゃなくても良かった気がする。暑い、まああの下いつものヒートテックは履いてないんだけど、タイツ。聞こえてんな、サイレンとか。下りが多いな、この道。右へ行くけどね、こっち左行っても下山できます。よいしょ。よいしょ。今日って書いてあるな。無言、今日も無言で登ってます。
初心者向けの山ですね。普通に登れば、石垣なんですけど、整備されてる石垣なんですか、なんかあっての石垣なんですか、昔の住み方やな。あ、水仙が水仙が出てきました。体から湯気が出そう。出てないけど、これも湯気が出そう。熱い。あ、水仙が出てきた。ほんまだ。左だけ。本来は左だけど。水仙見る？これからやろうけどな、綺麗になるのは、はい、あ、でも一面咲いとんな、はい、柏原水仙郷です。柏原水仙郷終わります。早っ、走ってきたでしょ。15分ぐらい絶対差ある思ったのに。レスキューの人に出会いました。あ、りっちゃんも参加。りっちゃん来へん思っとった。あそこがな、ちょっとスポットやん。どこで出会えるかとは思った。りっちゃん来へん思っとった。なんで、どっちかわからん言っとったからさ。どっちかわからんって言われとったから。あったら俺、ね、行く雨やったらもうやめときって言われて、いくみさんならもできてよかった。いくちゃんわかんねんで。いや違う、あなたに渡せば届くでしょ。お疲れ様です。お湯とか食料めっちゃ持ってきたらめっちゃ重たいから。何すんの上で。おにぎりパーティーあんのそんな。何も持ってけへんだで俺ら。もうそんなあるなんて思ってへんし。もっと人数分おはぎかけてもわー。あ、これはこれ皆さんはどっち行く？皆さんはどっち行く？あっち行く。早かったな、結構空いた思ったんやけど。あ、ほんまですか。皆さんお茶飲んでるわって。モーニング1時間しました。お茶飲んでるよって。もうてっきり上がってるもんや思ってたからさ。あやさんもあやちゃんも出ろ。はい、声ってどうしよう。長さん、はい、いい。僕はもうこっちでいい。ここでいいの。みんな可愛くない。はい、こう
こかわいいでしょ。いくよ。はい、ポーズ。目開けてや、目。目開けて。目、粒高でキラキラキラーンってしとかだからね。キラキラキラーンって。はい、いくよ。はい、ポーズ。もうちょっとアップ。あの岩は見た？見よって、あ、コケちゃん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 も応援残念だったね。参加できなくて。せっかく頑張って練習とかやったのに全然練習もできてなくて、まだ鼻ズルズルなんですよ。長引きますインフル、お気をつけください。もう大変やったな。タイミングがね。あなたこれ撮ってんの？これでみんな入れるやろ。このあの自撮り棒撮ってんの？あ、急にスピードが落ちそうやな。めっちゃでも早いよな。追いつかれたら早いな。ちょっと悔しいわ。でもあんなにのんびりあちこちで写真撮ってたからだよ。そう？そうだよ。そう？なんかいやちょっと急いどってん。クワちゃんが予想よりも早い。早いよ。だってもう絶対12時。だって3時間でも12時やと思って。3時間でもね。多分4時間切りやから。やっぱかかる。あ、4時間切りか。うん、3時間も出た。3時間半。ああ1時や。いけるか行かれへんかと思うんだけど。ええで、あの後ろの方で合わせておいたらもうあの隊長がどうせケーブルで登るって書いてあったから、ほなもう確実に隊長はおるやん。いやほらもうミッチーが応援グッズをすごいな手下げで持ってきてるから、せっかく持ってきたらな。そもうね、それやったらあの何もうちょっとリュックをさでかくして全部入れてきたらいいと思う。違うね違うね、あの人持ってん登るでって言ってんのにケーブルで登るって思っとって、あなるほどねミッチーらしいでしょ。えミッチーらしい、え違うねんな。ちょっとこれには深い事情が。いやもう言ったよ深い事情言ったわ。言った言った、全然浮かないけど体力不安なんで。あでも、ね、やめてるやから最近普通の道で全然入るやろ。あお野菜行きよ。全然あのいや普通の道やで、普通の道行けるで。ちょっと難しいな。ちょっと待って、俺がもうちょっと近づいて。これ俺が入ってない。じゃあもうちょっと近づいて。俺が後ろの方がいい。いやこれで大丈夫じゃん。これで入ってんな、入ってんな、顔入ってんな。はいはい、もう一回、はい、すみません。はい、イエーイ、オッケー。そうね、じゃあはい、興奮があります。はい、よいしょ。次は古墳を巡れるコースですね。皆さんはハイキングコースに戻ってきました。いやそっから右、ここ分岐で水仙がちゃんとこう道にしてくれてるよね、あの葉っぱを刈って。よし、片下駅、宝泉寺駅。これみんな立ち入り禁止になってる、うん、ここそこ急登登ってると思うわ。多分私はここが立ち、ほらあそこあそこ、右、
この落ち葉が、落ち葉が滑る、そう。なかなかやろ。なかなか面白いやろ、ここ。ほんのちょっとだけやねん。もうそこが山頂やねん。また滑らないようにちょっと湿ってるからな。で、別にロープや鎖もないしさ。よいしょ。ここも怖いね。滑るね。うわ、絶景。誘導したら親父さんを。よいしょ。もしもし、岩行きたかったら、岩行きたい人そこを左で、行きたくない人はそのまままっすぐ登ったらいいと思う。岩、ほんま誰でも大概登れる、大丈夫。岩したい人はそこを左曲がってごらん。あ、いたで、もう岩嫌な人はそのまままっすぐ登ってたらいい。急登やけど。そっちはみんな大丈夫？岩やで大丈夫？岩あかんかったらそのまま道沿いで行ってよ。
あきちゃんは？あー、ほんまに。行ける？そのまま右の方、道あると思うねんけど。道ない？もっとそっち、もう右、右上、右上、右上。もっと、もっと向こう、もっと向こう、うん。普通に登るのはそっちやし、左からでも登れるし。ここ絶景なんですよ。そうですか。うん。おお、うまい。後ろから撮りましょうか。絶景や。うん。誰さん？あ、大丈夫大丈夫。絶景やね。今回みたいな。今回なってる。なってるの。なあ。本気。面白い。あれ何？大和川が見えて絶景やね。これ。あ、そうなん。綺麗ね。そこの下なめっちゃ一望やね。降りて上がってこなかったけど。ロールしてね。岩尾やな。岩尾やな。ここ三角点。あ、ここ高そう。高尾山山頂です。277.8m、 2000じゃない。こまちゃん三角点、三角点。はい、ありがとう。ありがとう。Thank you。 ありがとう。いろんな彼がおるから、ここに誰がおるね。いろんな彼がおるから。撮ろうか。はい。もう芸能人やったら文春に行かれてるところやね。ここ撮って。いいよ。クマちゃんはバッチリで、そんなポーズ可愛いな。クマちゃんが、クマちゃん寝てた。山頂や。これここ行かれへんの。道塞がってる。これこれ本当こっちっぽいやつな。また降りるの？あ、そう。こっから登ってきたよね。多分こっちちゃうかなと思う。
あ、固まってるの。面白いな、そっちやわ。ここ山頂でみんなで撮らんでええの。撮ってほしい、撮ってほしい。ちょっとあの、自撮り棒撮って、自撮り棒。どこで、どう、こっちの方がいいんじゃん。どこだよ、ここ。あ、こっちか。それやじゃん。あるか。ここアルプス違う。俺も間違えたけど。びっくりした。こんなに。2700はこの時間では。びっくりした。雪山や。アルプスやアルプス。これ2700ね。おかしい。このタオルはどこの？あ、ヤマヤ、かわいい。見て、名前入ってんねん。へぇー。タマさんに何かもらってん。へぇー。かわいい、かわいい。トトロの小道？トトロの小道なの、ここ。こっちへ引っ越してきた？なあ、トトロおんのかな？おらんと思うけど。あそこで二条山とかやったら、真っ黒黒月がおんのかな？もうなあ、撤去された、あれ。そう、苦情が出てな。いいよ、なんかそのなんかね、岩みたいに見えて木がいいな、いいよ。いやいやー、この子かわいい、今トトロっぽい感じね。いいね、いいね。そういうことか、そういうことか。トトロのあれに見えるから進まへん。置いてあったら可愛いのよ。いやー、可愛いね。可愛いね。めっちゃ。あ、あ、とてもいいの。あきちゃんは一人で返してるの。いやー。違う。ちょっとなんか調子悪くなって。一回も降りて、ロープウェイで、ロープウェイでケーブルに登るって、戻ったって。私はちょっと、動画でも知ってる。なんかすごい、すごいね。無理したらあかん。無理したらあんな重たいの持ってくるからね。かわいそうに、もう、なあ。どんだけみんなのこと好きやねんっていう。せやな。まあでもな、インフルエンザやと体力戻るしがな、戻すんが大変やもんな。あれ寝込んだらかなりしんどかった思うね。え、どうか。え、ガオー渋滞。行くで、行くで、ごめんごめん。撮ってたわ、のんきに。いや、いいね。もうほんま全然寒ないな。暑くも脱いだら暑ないけど。もう通過した。もうスーパーでか、多分買ってる時間ないわと思ってて、もう地元のスーパーで買ったからもういらんわと思って、目の前にあった、あ、ここやって言いながら、りっちゃんが生駒登ってんのって珍しいんじゃん。やろう。なんでこんな登りやすい山に登ってへんねん。金剛山ばっかり登って。アクセスがな、私らだから金剛山の方行くのが大変なんだ。
ないの。乗らへんよ、電車。なんかそれで電車乗って行こうっていうあれがないの。ほんま金剛山とかハードル高いもん。そうか、ちょっと大層やもんな。うん、それやったら六甲の方が近いもん。クマちゃん引っかからんようにな。何？どうした？どうした？みたいな方が良かったの。めっちゃおもろい。どうした？しゃがみ込む。大丈夫？しんどい？どうした？ペース早いのか？暑いの？もしかして暑さのバテバテ？よかった。